こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本竹田駅を見ていきます。概要欄にチャプターがありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは JR 西日本万丹線竹田駅です。所在地は兵庫県朝来市和田山町竹田になります。皆さんね、よくご存知の通りね、竹田城があるね、最寄りの駅となりますね。まあ、駅の周辺はね、城下町ということもあったんでしょうか。駅の周辺はね、比較的市街地となっていますが、そんなにね、人口の多いところではありませんので、比較的静かなところだなという感じはしますね。それでは古い写真を見ていくことにしましょう。こちらが地理院地図、1974年から78年の写真となっております。地図の中心部、竹田駅、確かに写っております。開業したのは1906年、明治39年になります。万丹線が和田山まで延伸された際に途中駅として開業しました。まあ、その年の4月に開業となって、12月にはね、国有化されております。で、駅舎、写真にも写っておりますけども、比較的ね、大きな木造の駅舎なんですが、この駅舎も開業当初からのものが残っているということなんですね。まあ、最初こう見たときはですね、意外と綺麗なんで、これがね、開業当初から残っている駅舎だとは思わなかったんですね。まあ、だいぶね、手入れされたりね、多少改築はされているのかもしれませんが、ここにもね、明治からの駅舎が残っていたという感じですね。こちらには貨物のね、施設があったんだろうなというスペースがありますね。まあ、当然、現在では貨物の取り扱いは行っておりません。町の周辺はね、ご覧のようになっております。比較的市街地となっていますが、まあまあそんなに大きな町ではないような感じですね。あと竹田城はね、こちらになります。山のてっぺんにあるんですけどね。この写真では意外と緑に囲まれておりますので分かりにくいんですけど、新しい写真を見るとね、ご覧のようにね、くっきり石垣が分かるような感じとなっております。比較的大きなね、お城があったんですね。あと、城のね、アクセスなんですけど、意外とこの道を見て分かる通りね、車では行きづらいなという感じのところのようなので、まあ、バスが便利なんじゃないかなと思ったりはしますね。最寄りの竹田駅の方からバスがね、何本か出ている感じですね。で、この新しい写真での駅なんですけども、駅舎はね、開業当初からのものがまだ残っている感じ、そして貨物の取扱いスペースは現在広場となっております。それではね、ホームの状況とかどうなっているのか、実際の映像をご覧ください。それでは実際の映像になります。JR 西日本万丹線竹田駅です。駅舎は開業当初からの駅舎がまだ残っているということで、見た感じかなり、でも古い割には綺麗ですよね。駅前は広場になっており、ここにね、バスも入ってきます。竹田城はここからバスが便利なようですね。駅の周辺は市街地となっているんですけども、家は見た感じかなり古いようですね。昔からの街並みが残っているのかなという感じです。まあ、こちらの道路はきれいに整備されていますけど、交通量は比較的少なめで、周辺は静かだなという感じですね。駅の隣はね、広場が整備されています。こちらになりますね。ここは昔貨物の取り扱い施設があった場所になるんでしょうか。この石垣は竹田城を意識してこんなデザインになっているんでしょうかね。ここまで綺麗に見えるのはかなり条件の整った時なのかもしれません。竹田城自体は山のてっぺんにあるんですけど、こちらじゃなくて、ここの上あたりなんでしょうかね。ここからはちょっとはっきり見えませんか。まあ、今回は私訪れなかったんですけどもね、ちょっと昔から気になっておりますのでね、また来たいと思っています。それでは駅に入っていくことにしましょう。 JR 西日本万丹線竹田駅です。まずは改札付近なんですけども、隣にはね、観光案内所が入っているということで、まあお土産物なんかがね、ここにあるような感じで、駅自体は簡易委託の駅となっておりますので、私が訪問した時は駅員さんはいらっしゃいましたが、早朝とか夜はね、無人駅となるようですね。こちらは待合室、中にはコインロッカーもあるんですね。これは旅行者なんかを意識してこうなってるのかな。で、時刻表はご覧のように、この辺りの万丹線1時間に1本かいうことで、まあ、かなり本数は少ないですよね。
武田駅自体は特急も止まる駅となっています。日本だけですけどね。まあ料金表を見ますとやっぱりね、遠いところ来たんだなと思ってしまう料金表になっています。神戸までかなり遠いですね。それではね、ホームに入ってきました。武田駅、駅の構造は2面2線となっています。真ん中にもう一本線路があったようなんですけども、撤去されて現在の形となっていますね。ホームの端を見ますと、構内踏切っぽい跡なんでしょうかね。もしくはバリアフリーなんかを意識してるのかなと思っては見たんですけど、どうもここ開かないようなんでね、車椅子対応というわけではないようですね。向こう側が和田山方面行きのホームなんですけど、まあどうやらこう見ると特急を意識したんでしょうか。延長された跡なんかもあったりしますね。武田駅の1日の平均乗車人員は2022年で256人となっています。特急停車駅、なおかつ武田城で有名なところなんですけども、その割にはかなり少ないなという印象ですよね。まあこれからね、もう少し増えるといいかなと思ったりもします。それでは今回の動画は JR 西日本万丹線武田駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。